北京ニーズは中国原産の愛岩用犬種。日本語や西洋語では北京の犬という意味の英語に由来する名称が一般的だが中国ではケイトモエトウと呼ばれている。祖先犬はチベタンスパニエルとされ中国の歴代王朝の宮廷で門外不出とされ愛岩犬として飼育改良されていた。しかし実際には規定外の色や姿などの子犬は 市場で売られ庶民の間でも買われていたようである。ちなみに、新朝後期にこのペキニーズとラサープソの交配によりできたのが、いわゆるシーズーであると言われている。皇帝の葬儀の際、棺を墓に導くのは、調和を受けたペキニーズの仕事であり、1911年の生太校の葬儀では、モ丹タンという名のペキニーズが棺を先導したことが知られている。 アヘン戦争の時、資金城内にて、イギリス軍が5匹のペキニーズを発見し、イギリスに連れ帰った。このうちの1匹は、ビクトリア女王に献上され、ルーティと名付けられて、1872年に死ぬまでの10年間を、ウィンザー城で過ごしている。イギリスでもしばらくは、宮廷や貴族だけに飼育されていたが、1893年に、省へ出陳され、 単ンンシュブームを作った。最近の研究で、シーズーやパグの祖先であることが分かってきている。ペキニーズの理想体重はオス5キログラムメス5 5キログラムを超えないとされている。見かけに比べて持ち上げると思い、体高は20から 30cm。用なしのような形の体型をしており、前肢あたりは太くがっしり、後肢あたりはやや細めである。前肢は短く。 ガニ股であるため、前足を回し体を横に揺らしながら歩く、ローリング歩行が特徴である。分厚い下毛げと、長くて、固めのまっすぐな上毛のダブルコート。耳と尻尾に、飾り毛がある。シーズーなどとは違い、顔に長い毛がかからない。毛の色に特に決まりはなく、アルビノレバー以外は認められる。日本では、ホワイト、ホーン、ブラックなどが多い。 中国では2000年代以降、鷹のような顔形を持つ白色のペキニーズが、鷹番犬として珍重され、日本でもデビスカルノや引き田天皇などの所有する犬として知られる。犬の中で一番犬らしくないと言われている。小型で、美な外見的に似合わず、勇敢で、大胆自尊心の高さがうかがえ、自分から喧嘩を仕掛けることはないが、決して引き下がることをしない。 飼い主に忠実であるが、独占欲が強く、頑固、気まぐれでマイペースである。愛眼犬ではあるが、抱かれることを好まない。運動はそれほど必要ではなく、アパートなどの狭い部屋での飼育にぴったりの犬種である。暑さに弱く、寒い方が好き。熱中症の危険があるので暑い地域では冷房の効いた室内で飼育する。毛は、 アンダーコートが絡みやすいのでブラッシングをこまめにかけてあげる。鼻の周りのシワの間に異物などが溜まりやすいので、いつも清潔に保つ。単粉種ゆえに、いびきをかく傾向がある。体型から椎間板ヘルニアになりやすく、床を滑りにくくしたり、高い段差をなくす等の予防が必要。目が大きく出ているので、角膜を傷つけやすい。JKC の1年間の犬席登録等数。 カッコ内は全件主中の順位、ありがとうございます。